ようこそ。どうも皆さんこんにちは、こんばんは、パパタラです。というわけで今回なんですけども、今からでも1000万ドル以上稼げる方法があるって本当かい、のがくん。大型アップデートにはいくら必要なのか、そして稼げる方法を5つ紹介したいと思います。夏のアップデートはロスサントスカーミートと呼ばれていて、おそらく7月20日あたりに配信と言われています。先日公式が発表した画像の場所がおそらくここサイプレスフラットと言われる場所だと思うんですけれども、ここのね大きな倉庫が何か施設とか、そういったものになるんじゃないかと言われています。またこの大型アップデートでは日本車のモデルの車両が追加されると言われていますので、結構お金がかかると思ってください。そしてこのサイプレスフラットの倉庫、これかなりねでかいんですね。今まで中身とかはねないんですけども、おそらくこういった感じの場所、もしくはここが施設系になったりするんじゃないかなと。まあそれの金額とかも海外のファンメイドの方がどれぐらいっていうのも出してる画像があったりするので、それもね参考に一つしてみるといいかなと思います。では、海外ではここがまあカーミーティングの会場もしくは施設などになるのではと言われていて、どこかこういった入り口があって中にみんなで一斉に車で入ることができたりとか、まあそういった感じになるのかもしれません。もしくは新しい強盗の拠点となる可能性もあります。海外のファンメイドの画像ではこんな設備や金額が出ています。ガレージのスタイルとか、ガレージのグラフィック、ショールーム、カスタムショップがついたり、ラウンジがついたり、また宿泊施設っていう感じで、金額がなんと472万ドルと予想されています。これなんかねガソリンスタンドのところみたいなね、場所になってますけれども、もしかしたらアリーナのように1箇所というわけじゃなくて、他のアーケードのように数箇所値段によって場所が違うところをね購入できる可能性があります。さらに、公式が発表したセリカ風のモデルの車両、この新車両一体いくらなのかということなんですけど、サルタンレトロが170万ドル程度なので、もしかしたら同じぐらいの金額になるんじゃないかなということで、ちょっと高めのねスポーツカーになるんじゃないかなと。じゃあ一体いくら準備すればいいのかということです。まず購入するもの、厳選して購入するなら1000万ドル程度、追加されたものを全部買うっていうんであれば最低3000万ドルは必要かなと思います。では今からでもアップデートに間に合う1000万ドル稼ぐ5つの方法です。まず1つ目は完全自動で稼ぐ放置ジョブです。これは昔からあるやり方で、完全自動でずっとジョブをやり続けるというやり方になります。ブリッジにはならないんですけれども、2人でね必ずやるということが条件となります。例えば PS4 のコミュニティが今なくなっていますので、パパテラの LINE オープンチャットなどを使ってパートナーさんなどを探します。で、2人専用の放置ジョブや12人とかでできるね途中参加も可能な放置ジョブなどがあるので、それを待ち合わせとかをしてパートナーさんと一緒に開始をしたりします。途中参加の場合は全然途中からも可能です。で、このやり方なんですけれども、詳しいやり方の方は固定コメントの方をよく確認して間違わないようにしてください。基本的には操作はめちゃくちゃ簡単で、コントローラーをただ USB 充電をさせる、そして左のスティックを11時方向ぐらいに輪ゴムで固定しておく、あとは、テレビとかのねモニターとかも消した状態でいいので放置しておくだけです。例えばアップデートとか修正とか、まあそういったものとかメンテナンスとか入んない限りはこの放置ジョブはずっと続くことができるので、稼ぎ続けることができます。例えば寝る前とか学校に行く前とか、仕事に行く前とか、まあ、そういった感じで大体寝る前に設定する人が多いと思うんですけれども、設定しておいて、で長時間放置ですね。大体6時間でいくらとか、12時間でいくらっていうのもこの後見せていくので、それを参考にパートナーさんと一緒に待ち合わせをするといいかなと思います。結構ねオープンチャットを見ていると24時間ねいろんな人がね相手を探してますので、その場でパッと見つかりやすいんじゃないかなと思います。まあ、必ずねオープンチャットのね、まあルールみたいのは守ってください。まあ大体ね1時間で9万ドル程度で、24時間で200万と、これかなりね稼げますね。1日ほっとくだけで200万っていう方なんで、まあアップデートまでに全然ね1000万ドル余裕で稼げるんじゃないかなと思います。放置ジョブについては普段ゲームができない時間帯にほっときながら稼ぐっていうやり方になりますね。続いてなんですけれども、無限お金稼ぎ、これボグダンフィナーレのループのことなんですけれども、ボグダンフィナーレっていうのはドゥームズデイ強盗2幕のフィナーレ、
これが2人でできる、ね、強盗でめちゃくちゃ簡単なんですね。ドゥームズデイ強盗のボグダンフィナーレの報酬自体が120万ドル程度なんですけれども、これを2人で分けていきます。でホストの方が 15% 一番少ない状態にしてフレンドさんとかに、マックス渡します。2人1組で行って、ホストがクリアする瞬間にアプリを閉じる。そうすることでホスト自体はクリアをしていない判定になり、もう一度フィナーレを何度も繰り返すことができる。そしてフレンドさんはクリアをして報酬をもらえるということで、フレンドさんにひたすらお金を上げ続けることができるっていう感じで、これを交互にやるっていう稼ぎ方が結構昔からあります。これはまあリセットマラソンみたいな感じで、単純に強盗をやっていたんですけれども、フィナーレはホストだけがやっていない状態にさせて、何度もホストをですねまた繰り返すことができる、フレンドさんにお金をあげることができる、そして交互にやることでお互い稼ぎ続けられるというねやり方になってます。詳しいやり方は固定コメントを確認してください。続いてなんですけれども、12月からカヨペリコ強盗というのが追加されました。この強盗も同じようなフィナーレのループが可能となっています。 PC 版に関してはソロで完全にね何度もループができたりします。で PS4 とか Xbox One の場合は同じようにフレンドさんにひたすら稼せてあげるっていう感じで交互にやるっていうやり方がいいんじゃないかなと思います。詳しくは固定コメント、こちらの方を確認してください。まあ、フィナーレ自体はねこれめちゃくちゃ短いんで、だいたいね 5,6 分ぐらいでねクリアできちゃうと、160万ぐらいね稼げるんで、かなり稼ぎがいいんじゃないかと思います。まああっという間に1000万ドルはいっちゃうと思います。まあこんな感じでカヨペリコ強盗自体もねフィナーレをループしなくてもめちゃくちゃ簡単です。例えば初心者さんが220万ドル、持っていればコサトカというね潜水艦を購入することができます。これでカヨペリコ強盗を開始できるので、これで大体ね、まあ準備からですねフィナーレまで含めて本当最短で40分ぐらいで100万40万ドルぐらいねずっと稼ぎ続けることができるので、ぜひ初めてやる人はカヨペリコガイドというのを固定コメントから確認してやってみてください。今回新車両が多そうな車系のカスタムのアップデートはおそらくねお金がかかるかなと思います。まあ、とにかくね車好きな人はね車にお金を結構かけると思うので、お金に困らないように準備をしておいてください。またマネーグリッチに関しては注意事項を確認の上行ってください。現在ではソロの車両複製もあるんですけれども、ちょっとねめんどくさいかなとか、ちょっと失敗した時にね手こずるかなっていう感じで、2人1組でやるような車両複製がめちゃくちゃ簡単なんで、これも固定コメント貼っておくのでそちらの方を確認してください。まあ一式レトロカスタムっていうのをね1台複製するごとに180万ドルぐらい稼げます。まあ売却だけね売却制限にかからないように気をつけてください。というわけでアップデートまでおそらくあとね10日ぐらいとなってますので、ぜひお金稼ぎ準備しておくといいと思います。チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。